はい、えー、久しぶりの「逆冠プロデュース」ということでね最近全然ね動画撮れてなかったんですけどいやなんか最近あれなんですよねそのなんだろう日本語まあ日本にしばらくいるんで日本語をちょっと喋りすぎてる感じですねなのであんまり動画で話そうという感じじゃなかったんですけど久しぶりに相場がいろいろ動きがあったので逆冠プロデュース見ていこうと思います 前回取ったのが7月25日なんで、もう1ヶ月半くらい前になっちゃってるんですけど、えー、前回の予想が合ってたかの答え合わせと、えー、今後どうなりそうかっていう、まあ、予想をしようと思います。で、これいつも通り、自分は結構本気で相場の予想しますけど、まあこれは当たらないっていうのを検証する企画です。はい。で、前回の振り返りですね、前回は二十あ、違う違う今のところ26勝16敗なんですけど、まあ勝ち越してるんですけど、 前回ビットコインは7月25日の時点で8月以降は、まあ、比較的強気でいくんじゃないのかって予想していました。まあ、ただ結局はビットコインもですね、この、この1ヶ月くらいかなり落ちていたので、まあなんか上がったり下がったりはしてましたけど、7月25日の時点で、えー、まあ7608か。 まあでもちょっとその後やっぱ上がったりしたよね。でもその後かなりガクッて下がって今が6200、6300くらいなのでまあ外れてますね。うんどっちかっていうとやっぱ下がっているんでこれ×ですと。でイーサリアンはですね割とこう予想通りでイーサリアンはまあ,あの ICO の幻滅だったりとか、えー、まあ他にもスケーラビリティの課題の えー、まあ、課題がだんだん見えてくるっていうのもあって、まあ、厳しいだろうみたいな話をしてたんですけど、まあ、これは予想通りですね。まあ、ここ7月25で、そこからこう、結構一番今回の下げで苦しんでるのがいい、イーサさですね。475だったのが、今はですね、大抵で、うお、177。まあ、1ヶ月くらいで、だから、すごいですね、これは。ここら辺から。 うん、470かもう3分の1くらいになっちゃったんで、これは結構ひどい下げになってました。これは予想通り。で、イオス。イオスは逆にイーサーが落ちると相対的にイオスみたいなものに注目が集まるんで、まあ、そんな短期的には強気ではないんだけど、まあ横くらいなんじゃないのみたいなことを前回言ってたんですけど、結局イオスもですね、なんだかんだやっぱり下げてますね。うん、ただ、まあ、イーサーとかと比べると比較的そんな落ちてない。今が、 5.38ドルで,、えーまあ、8. なんでまあまあまあ下げてるんですけどそんなにまあ言うほど下げては他のものに比べるとまあ比較的弱くはないただこれも横かもしくはちょっと上くらいとか言ってたんでこれは間違ってましたでムもですねそろそろそのすごい眠もやばいことになったんですけどまあコインチェックの営業再開がそろそろあるんじゃないかみたいな噂があってまあなんかちょっとパッて上げるタイミングがあるんじゃないの って言ってたんですけど、まあ、蓋を開けてみると7月25日からもうずーっとあまあ、でもそんなかやっぱイーサーの下げが異常ですねここしばらくは、うん、0.08まあつっても1か月ちょっと半分になってるんでねまあ普通に考えるとすごいひどいことになってるんですけどまあ,あのこれもちょっと対 BTCBTC 比少し戻すんじゃないかみたいなこと言ってたんですけどこれも全然間違ったのでえ前回の予想は1勝3敗 とということでまあちょっといまいちでしたね。今のところなので通算27勝19敗になりました。ではですねまあ今日もね正直に言うとこれからまあ相場どうなるのみたいな向こうの1か向こう1ヶ月間みたいなまあ個人的にもう最近全然コインの価格もチェックしてないですしファンダメンタル的な要因もまあなんかあるようでないようなよく分かんない感じなので <laughs> 平たく言うと全然分かりません。<laughs> なんですけど、まあわからないって言っても、まあ何も面白くかないので、ちょっとサクッとだけ予想します。はい。で、まあ今のところの最近のやっぱ動きを見るとですね、まあビットコインはでも材料が結構あったので、そろそろ上がってもおかしくないんじゃないのかなと思ったんですけど、やっぱりこう、まあまだ下げるってか上がりきらないみたいな感じで、で、ボリュームもなんかいまいちなんだよね。うん。ボリュームも。 ボリュームもやっぱりどんどん下がってきてる、落ちてきてるんで、えー、っとね、そうね、まあなんかパッとしないよね。だからもうちょっと下げてもおかしくないですね。うん、やっぱりあと、まあ日本国内の雰囲気はまあ特にわかるんですけど、海外はどんな感じかよくわからないところもあるんですけどうん、ちなみにビットメックスがやっぱ一番上。うん。ビットコインに関して言えば結構やっぱビ あの日本のトレード量が大きいのもあって日本の影響も結構少なからずあると思うんですけど日本の市場のまあ少なくとも日本の今業界ってのは結構やばい相場的にはやばい雰囲気で、まあ、結構盛り下がっちゃってるって感じでで個人的な見立てだと年末にかけてまた戻すタイミングがまあ あるんじゃないのかなと思ってるんですけどもうちょっと下げても驚きではないですねで、自分は実際5000ドルくらいまで一回落ちるんじゃないかっていうのは結構前から言ってたのでまあ、今が今日時点で6291ドルなのでまあ、6000ドル切って5000ドル台にもう一回入ってっていうのはありえるかなと思いますこの9月後半から10月前半とかまあでも多分11月12月くらいに上げてくるので うーん今、ここがそこで横をずっとじなんかうろうろしてるだけなのか、もうちょっと下げるのかあれですけど、まあ自分はこれはもうちょっと下げるんじゃないのかな。一回5000ドルくらいにまた到達するかしないかみたいになるタイミングが来るんじゃないのかなというような感じで予想しておきます。はい。で、イーサーはですね、イーサーは一番今回の下落でダメージを受けてるやつなんですけど、まあなんかこれもね、全然わかんないんですけど、 まあ、基本的に ICO のやっぱ減滅とかで落ちてる部分も大きいのかなと思っていて、あとは ICO をしたプロジェクトが ESA、まあ、ーーを現金に変えてると、まあ、売り圧力になってるみたいな見方ですね。なんですけど、えー、まあなんかちょっとそろ,そろそろそこに行ったんじゃないのかなっていう感じもあって、なまあ、まあ、大した根拠でもない勘くらいでしかないんですけど、最高値をつけたのが2018年の1月、まあ、今年1月で1372ドル。で今が えー、まあ、200ドルくらいなんで、まあ、6分の1くらいになっちゃったんで7分の1か7分の1ですね7分の1この1年1月からですね、まあ、7分の1くらいの価格になっちゃったんですけどまあ2桁になる可能性はまあ,ありえるなぁとは思いつつもなんかそろそろさすがにこのビットコインもだたい1200ドルくらいまでいった後に。 1>, まあ1回一回百200ドル切って180ドルくらいでまあなんだかんだ持ちこたえたんですけど割と近い数字なんですよね。なのでビットコインとイーサーを直接こうそういう価格で比較してもあんま意味は確かにないんですけどなんか下落幅とか言ってもまあ割と14年の14年から15年のビットコインの価格と割と低 なんか近いなみたいな感覚があってですね。まあなんかだからそろそろそこだったとしても、まあ勘ではいいかなとかちょっと思ったりするんですよね。はい。ただ、まあ下げる要因が他にもうちょっとあるとしたら、まだまだ ICO ってこれからまあ潰れたりとか、あとはこれからさらに良い a ったりってところもあると思うので、あとはまあ EOS、あと19年に出るものは d ィ f i n i t y とかありますけど、まあそういうものが出てくるので、 うん、短期ではここはもうそこに入った可能性はありますけど、中期ではまあ、その、いきなりまた10倍になったりとかっていうのは、なんかしばらく正直あんまり考えてないですね、個人的には。はい。ただ、2桁にはならないんじゃないのか、2桁取るにはならないんじゃないのかなというふうには思ってるんですけどね。はい。というわけでね、えー、まあ、正直言うとこれくらいしかなくて、自分最近本当相場全然置いてないのもあって、どうなるかはわからないです。で、予想とかも結構してたんですけど、 わかんないね。もう多分今トレードやってる人もどうなるかわかってないんじゃないのかなわからないけど。うん。ファンダメンタルも別にビットコインとか技術的なところとか、ええー、まあ、ETF がダメになったっていうのはありましたけど、まあなんかカストディとかバックのやつだったりとか悪くないんですよ。ただそれでもやっぱり落ちてくってことで、まあこういう状況になったらもうどこまで落ちるかっていうのはちょっとこうわかんないですね。で、ドミナンスが、ビットコインのドミナンスが少しずつ回復してるっていうのは、 一つのトレンドとして見ててもいいのかなと思っていて、えー、っと、まあ2位以下のイーサリアムとかリップルとか、まあ、リップルはまたちょっとまた特殊な動きをしているなって気がするんですけど、もうちょっとビットコインのドミナンスは上がるんじゃないのかなと、えー、思います。年末にかけて。多分今57なんですけど、うんあでもやっぱ一時期ね、3、 40%来て35まで行ったのが、多分これは6割にはすぐに戻しそうですね。6割はすぐに行って、7に挑戦するけど7はいかないんじゃないかなっていうような、<laughs> まあ根拠もない <laughs>。本当根拠も何もないんですけど、まあそんなようなことを考えています。草コインブームみたいなのは、今年はもうないんじゃないですかね。来年なんかまた少しずつこう、あのビットコイン価格が戻ってきて、そうすると、あの新規参入者がまた入ってきて、 で、まあ、草コイン、いわゆる弱小ワルトコインみたいなのが盛り上がるっていうのはあると思いますけど、まあなんかしばらくはビットコインのドミナンスがじわじわ6割5分とかまで戻すんじゃないのかなっていうような予想をしておきます。はい。というわけで、えー、まあ、あまり根拠てなな話だったんですけど、短めに逆髪予想でした。ではでは。